トヨタカローラトヨタカローラルミオンカローラルミオンはトヨタ自動車が日本において製造販売していた小型トールワゴン型の乗用車カローラシリーズで通称はルミオン北アメリカ北米のサイオンブランドにおいて2015年4月まで販売されていた2代目サイオン x b をベースにフロントマスクやバンパートーカルイステアリングウィッチなどを 日本の道路事情や日本人の好みに合わせて変更したモデルである。なお、採用と XB の外観はほぼそのままに、オーストラリアでも2010年より、ルークスという社名で販売されているが、エンジンは XB と同じ2.4リットルとなっていた。カローラシリーズは世代を重ねるとともに購入層が高齢化しており、ルミオンはその現状を打破する目的で登場した。 また2006年10月に販売終了したカローラランクスおよび2007年7月に販売終了したカローラスパシオの各後継者種としての役割も兼ねていた。目標月間販売台数は2007年10月当時3500台と見込んだ。全長はアクシオやフィールダーよりも短いが他のカローラシリーズとは異なり日本国外向けカローラ世代とオーリス。 グレードのシャーシをベースとしており、車幅が 1700mm を超えているため国内で販売されるカローラシリーズとしては初の3ナンバー登録となり、プラットフォームは新 MC プラットフォームとなる。エンジンは、オーと XB の2.4リットルではなく、日本の交通事情に合わせて、他のカローラシリーズと同じく1.5リットル、1.8リットルの2本立てとなる。生産は、 トヨタ自動車東日本岩手工場が担当していた。日本向けのカローラシリーズとしては、唯一、新 MC プラットフォームが用いられている関係で、PCD が 114.3mm の5ケツを用いたホイールが全車に採用されている。日本国内では角張ったボディ形状が、トヨタ BB を連想させ、若者の心を捉えておりカスタムのベース車として、トヨタの同クラスでは、 BB に次ぐ指示を得ていた。ありがとうございます。